1番の山田誘導員をかわしますが、これを叩いていった6番の大井、残り600の鐘、2番手の位置、2番の越川を追いつきますが、1番の山田がこの位置を狙っていきます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、6番の大井が少しペースを落として自分のペースに持ち込むか。2番手並走です。1番の山田と2番の越川、その後ろは5番の伊郷と7番の酒井で並走になっています。2コーナーからバックストレッチ、ここでペースを上げた6番の大井、2番手の位置、1番の山田、2番の越川、まだ並走続いています。この後ろは7番の酒井が取り切る形になった。2番手は1番の山田が取り切りました。4コーナーから直線、6番の大井が先頭、2番手から1番の山田追ってくる、さらには外から7番の酒井、3番なども突っ込んでくるが、最後は1番山田でしょうか。